車メーカーが主催するオーナーイベントやファンミーティングは、多くは車のオーナーであり、ドライバーに向いたコンテンツがメインで、同伴者や家族向けの催しやアトラクションはサブ的な扱いとなる。だが、9月23日に開催されたマツダのイベント、DEA ドライバー、エクスペリエンスアット富士スピードウェイはちょっと違う。もちろん、サバンナ RX-3 やルマン優勝車、787バイト、などのデモラン、オーナーカーのサーキットパレード、耐久レース、ヒストリックカー展示、車両技術に関する展示、整備体験コーナーなど、車好き、マツダ車ファンのための鉄板イベントも充実している。しかし、マツダのイベントは子供向け、家族向けのイベント、アトラクションにも手抜きがない。ざっと紹介すると、全国グルメや一流レストランのケータリングサービスによるワールドフードコート、ハーブティーでリラックスできるブース、カリスマ美容師によるヘアアレンジ体験、ハワイアンアート体験、秋田県保存会による秋田犬、触れ合いコーナー、プロ写真家によるスマホ撮影教室、子供向け遊具やキッズカート体験、大人も参加できるカート体験もあり、RC カーサーキットにその場でキットを組み立てて持ち帰れるスクール、ファミヤスタッフによる指導、缶バッジやペーパークラフトといった工作コーナーなどが。なお、秋田県保存会は、ザキとは選手に、マサルを贈呈した、保存会だそうだ自動車に関連する体験コーナーの、プレートに、オリジナルの刻印を施すプレス加工体験、金型磨き体験として、ピラーの端材を磨いて、キーホルダーを作るコーナー、砂型を自分で作って、鈴の記念スタンプを鋳造するコーナーは、ハンドクラフトの体験として、女性や家族でも楽しめるものだ。硬派なお父さんには、ロータリーエンジンの分解、組み立て実演、一部体験できるコーナーもあった。ヒストリック&レストアカー展示では、ナ・ロードスター、RX-7GRB、カテラGステンレスカー、ルーチェロータリークーペ、コスモスポーツ、キャロルデラックス、R360 クーペ、K360、オート3輪を見ることができた。カペラGのステンレスカーは、ロータリーエンジン20万台達成を記念して作られ、1971年の東京モーターショーに出品されたものだ。RX-7 は、1980年代、半ばの WRC に、マツダラリーチームヨーロッパ、MRTE が出場していた時の、グループ B カーだ。車両は、イアン・アルトーネンが84年、85年と、アクロポリスラリーなどで使用していたもの。すでにプジョーやアウディが 4WD を投入し、勝ちまくっていた頃だが、カーブレークラリーの異名を取るアクロポリスでは、85年に、総合3位、6位に入賞している。以上は、当日の展示やアトラクションの一部でしかない、アトラクションによっては、事前の申し込みやキット代金など実費が必要な、ものがあるが、全国から集まった4800名以上の参加者によって、どのブースも終日賑わっていた。来年は、ぜひ、猫カフェと、マツダ社限定通車も企画して、